はい、皆さんこんにちは、コロナゴです。今回ですね、マウスの紹介したいと思います。だいぶ前に買ったんですけど、まあ、改めて長い間使ってて非常にいい製品なので、ぜひ皆さんに紹介したいなと思って動画撮ってます。こちらですね、Amazon で大人気商品で、多分見たことある方多いと思うんですけど、ロジクールさんのワイヤレスマウスのトラックボールですね。このボールが特徴的なマウスです。で、セールの時とか非常に安くなっていて、セールじゃないと、まあ、7000円で8000円でするか、ちょっと高めなものになってます。で、今までですね、こういうトラックボール型のマウスを私使ったこともなかったんですけど、まあ、これを使ってみてですね、かなり衝撃を受けてますし、もっと早めに買えばよかったということで、今使い始めて半年ぐらいかな、経ってるんですけど、もう多分ね、壊れたらまたこれ買うかなっていうぐらいお気に入りです。で、なぜかというとですね、まあ、この1、2年ですね、この右腕の腱鞘炎が結構ひどくてですね、腕の張りがひどくて、で、まあ、子育てだったりとか、模型制作とか、右腕酷使してたんで、で、さらにマウスで同じ姿勢でやってたんで、かなり負担かかってたんですけど、昨年の11月かな、こちらに買い替えてから、腕の疲れがですね、ほんとなくなりました。はい。で、最初はね、慣れないと、買った当初はやっぱ動かしちゃうんですけど、まあ、ここにブレーキっていうか、滑り止めついてるんで、動かないんですけど、全然。で、慣れれば、もう、親指とかですね、この人差し指で、くる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 動かせるというところです。で、自分はこの上下でロールとこのボタンしか使ってなくて、このショートカットキーは使ってないです。これはまあ、いらないかなっていうぐらいです。大きさもちょうどいいですね。まあ、見た目はね、結構大きいんですよね。会社のマウスはこっちのちっちゃいやつを使ってて、まあ、これはモバイル、会社のパソコンはモバイルタイプなんで、持ち運びするんでマウスもちっちゃくしてるんですけど、まあ、これと比べていくとだいぶ大きいというものです。はい。で、ここでオンオフができるような感じですね。で、電池が1個です。で、ここに、無線、Bluetooth の USB のハブを付けられるという感じになってます。はい、で、ここでくる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 やるんですけど、で、ちょっとね、難点があって、最近ちょっとね思ったんだけどな、これ雨の日とかですね、ちょっとボールの動きが悪くなるときあるんですよね。今は結構早いかな、もっと早いともっとスムーズだとやってくるくるくるって回るんですけど、これが、あとここのね、隙間ちょっと今見えるかな、わかんないかな、あ、見えますね。ちょっとほこり溜まってるんですけど、ゴミが溜まるとね、これがすごく遅くなるんですよね。なんで定期的に掃除はした方がいいですね。まあ、こういうブラシとかでちょっとたまにこうゴシゴシってやって取れた。こういう感じですね。取ってます。静電気も取りながら。はい。ただね、もう本当これ使ったらもう他のマウス使えないぐらいものすごい便利です。はい、一応白はですね、あ、タイプが、一応白と黒があるのかな、はい、2種類ぐらいある感じです。あとボタンが多いタイプもあるのかな、ちょっとそれもよくわからないけど、はい、白もかっこいいかな。ということでですね、多分ですね、この1年でベスト3ぐらいに入る買ってよかった製品だと思いますので紹介してみました。ぜひね、ほんとセールの時にすごい安くなってるんで、買った方がいいと思いますんで、Amazon チェックして買ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで今回ですね、こちらロジクールのマウスのご紹介でした。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。